東方戦和代は、1947年に、新東方映画製作所製作、東方配給、市川根監督による日本の長編劇映画である。新東方結成第一作として知られる。第二次世界大戦終戦後、1年が経過した1946年11月、東方葬儀がこじれ、このままでは映画の製作ができないと、組合を脱退した。 俳優、大河内伝次郎、長谷川和夫、黒川八太郎、入江隆子、藤田進、花井蘭子、山台鈴、原節子、山根久子、高峰秀子が、10人の旗の会を結成、同様に組合を脱退した監督らスタッフが、東宝第二撮影所に設立したのが、新東宝の前身、新東宝映画製作所である。本作は、同製作所の、 第一回作品であり、東宝が本作を配給した。十人の旗の会から本作に出演したのは、主演の山根久子、藤田進のほか、大河内伝次郎、長谷川和夫、黒川八太郎、花井蘭子、山田伊鈴、高峰秀子の八人であった。構成と演出をした中村福は、市川紺の変名で、市川はすでに1945年に、 東方教育映画で短編映画を監督していたが GHQ の検閲のため公開されず本作の次に監督した長編劇映画花開くが監督デビュー作とされる黒沢明の監督デビュー作姿三四郎のスタッフから撮影にはハリー三村こと三村明音楽には鈴木誠一が参加 牧野正弘監督の昨日消えた男の証明技師藤林公山本かじ監督のハワイマレー沖海戦に三村や鈴木と共に参加した美術デザイナーの北武雄録音技師は本作の前作とも言える谷口千吉監督の東宝賞ボートに三村、鈴木、北と共に参加した村山綾に出会った美術の北と特殊効果の津村屋栄一が 新東宝作品に関わったのは本作が最初で最後であった。他のスタッフは新東宝の初期作品を支えた。本作公開後の同年3月25日、同制作所は株式会社新東宝映画制作所として正式に設立された。同日、渡辺栗尾の監督による同制作所の第二作、桜音で今日は踊ってが東宝配給によって公開された。 ありがとうございます。